広告募集中です。さて皆さんこんばんは。夏も残すところあとわずか。なんだかみずみずしい青空と入道雲が恋しくなってまいりました。そしてご覧の通り現在は朝でございます。父親がフクロウ、母親がコウモリの私にとって朝というのはまあそもそも目にすることのない時間帯ではございますが、今回は数年ぶりに目覚めましたので満足感のある朝食を作っていこうかなと思います。中でも来たる平成時代に制作された私の大好きな作品コクリコ坂にて登場します朝食がまあなんとも食欲をそそるもんでね、ちょっとばかし引用させていただきます。まずはお米、今回も土鍋にて2合炊いていきます。夏は浸水時間30分、冬場は1時間といったところでしょうか。先ほど引用した映画の作中では羽釜で炊いておりますね。まあ土鍋で炊く方は現代でもまだまだいらっしゃいますけれども、羽釜はめっきり減りましたよね。残していきたい日本の文化でございます。続いて付け合わせのキャベツ、こちらは千切りにて山盛りのキャベツにいたします。このタンタ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 ンというなんとも耳心地のいい音、部屋越しに伝わると朝という感じがしますよね。それから親やら保護者やらの、もう何してんの、いい加減起きなさいという鼓膜を突き刺すような声、いつの世も変わらない絶望的な一日の始まりでございます。しかしまあ揚げ物の一つもないのに生キャベツというのもやや味気ないですから、塩コショウに味の素、それからオリーブオイルを一回しして軽く蒸していきます。蒸し器がない場合は最近流行りの電子レンジを使っていただいても構いませんよ。ただし頭のアルミホイルはお忘れないように。カラスが小さく飛んでるよ。お次にお味噌汁の具材にお茄子。茄子は今が旬ですし畑で無限に取れますからね、飽きるぐらいに食べていきましょう。それからおネギ、こちらも口に含みやすい大きさに切り分けていきます。お次にみょうが、お味噌汁にみょうが、実はとっても合うんですよ。それではお出汁を引いていきましょう。今回はカツオとサバの混合節、とってもいいお味が出るんですよ。お出汁を引いたらお茄子とおネギを加え、火を止めてからお味噌を加えます。最後にみょうが、こちらはシャッキリ食感を残すとより美味しくいただけます。それでは朝食の代名詞ともいえる目玉焼き、いってらっしゃい。蓋はいたしません。弱火でじっくりと火を通していきましょう。ここへハムも加えます。まあハムってベーコンと違ってカリカリにしたくないのは私だけでしょうか。いいえ、誰でも。それでは盛り付けていきましょう。え、世の中には目玉焼きに醤油以外をかける方がいらっしゃるんですか？失礼、私あまりにもかわいそうで思わず同情してしまいました。醤油の美味しさをご存じないなんて大変残念に思います。さてさて、どうやらお米も炊けたようで。ははー、どうですかどうですか、適度におこげもついておりましてね、もうこれはこれは、たまりませんな。
さて、本日もそろそろおいとまの時間となります。どうか素敵な一日を送れると良いですね、ハム太郎さん。それではごきげんよう。この番組は、九州は福岡のこだわり醸造、丸干しと、愛媛といったらこのお餅、アワビアオチデンの提供でお送りしました。時は江戸時代の宝暦、創業してから早269年、毎日つきたてのお餅をご提供しております。愛媛は今治、お餅といったらアワビア餅店、私源も大好物でございます。